ありがとうございます。さあ、ハイタッチ、お前賢いって言ってハイタッチしてください、隣の人にね。お前賢い。はい、では着席。まあ、これだけ長い間ね、ずっといてくれてありがとうございます。感謝してますよ。1時間ほど時間をいただいてますので、1時間ちょっとですね、それでまとめていきたいと思います。それではちょっとレビューをしていきますね。見直していきたいと思います。振り返りの時間です。で、ここでストーリーを語っていきましたね。ハワイで生まれて9歳の時に、学校の先生にお金についていつ学べるのって聞いた。いや、教えないよって言われました。その時に私は金持ち父さんに学ぶことにしたわけです。起業家だったからですね。そしてそれ以降、私はずっと変だなと思ってたんです。なんで学校でお金のことを教えないのか。だからずっと頭の中で考えてたんです。なんで学校でもうまくいかなかったけれども、今ニューヨークの大学行きましたが、ずっとその間なんでお金のことを学校で学ばないのかということで、それが私の研究対象になったわけですね。そして船長だったりパイロットだったり石油だったり、いろんなことを勉強しましたが、なんでお金のことを学校で教えないのかという疑問は残っていったわけです。ですから私がそこで学んだこと、そして学校制度というのがなんで、その共犯者になっているのか、いや貧しい人たちを生み出している制度になってしまっているのかということを説明していきたいと思います。日本の人たちに対してもそれを伝えたいんですね。日本人というのは非常に賢い人種であります。それに加えてしかも勤勉と。しかしお金のことが分からなければ貧しくなってしまうんですね。だからこそ私は学校という制度が、その犯罪の共犯者だという、共謀者だというふうに言っているわけです。というのも、1930年まで遡りますよ。その頃というのは FRB 連邦準備委員会が形成されました。それ日銀と同じように、そして中銀でもそうですが、 ECB 欧州中央銀行でも同じようにですね、それまでというのは銀行は私物だったわけです。1930年に国税庁というのもできたわけですね、中銀に備えて。というのはお金というのは税金がないと存在できないんですね。ですからこれは本当に興味深い事実だなと思ったわけです。ですからここに目を転じていただきますと、要は借金と税金っていうところにとどのつまり、遡るわけですね。ですからお金持ちがやることは借金を活用してお金を生み出すということができるわけです。しかしみんな借金無借金になれというわけですね。それはアメリカでも同じように教えているわけです。ですからなんか本当に、ある意味皮肉な事実が起きてるなと思うんですね。日本人は非常に勤勉にもかかわらず、しかも賢い。しかしほとんど人は倫理観も高く、規律も高く、しかし金融の教育がなかったとしたらば、お金が盗まれてしまうことになるわけですね。世界中でも同じことを言っているんですけれども、1ドルあるいは1円あるいは元でもユーロでも、あなたをお金持ちにするんではなく、あなたのポケットからお金を盗むような仕組みになってしまっているわけです。ですからどんどん貧しいという悪循環に入るわけですね。で、節約して貯金をすると、安倍首相はその間増刷しちゃってるわけですよ。それなのに一生懸命働いて、そして税金を払って貯金するなんてバカタレですよ。それ狂ってる話なんですね。よろしいですか。それに加えて学校の制度は間違いをするなって言いますね。ですから日本の文化は分かってますけれども、はあ恥ずかしいというね、そういう羞恥心、腹切りというふうになってしまうわけです。
ですから、ということはお金持ちになるのは大変なわけです、間違いを恐れていたら学べません。赤ちゃんだって歩けないですよ、転ばないで。自転車だって乗れなくないですか、転ばないで学ぶなんてね。パイロットの勉強をしていた時に もう絶対1回はクラッシュする。だからクラッシュの練習をするわけですよ。何度も何度も練習するわけですね。そこで間違いを犯すと、ということは間違いができる場を必要としているわけです。しかし文化として国民として間違えるなということを教え込まれていたとしたら、だって恥ずかしいからねなんてなってたら、これは成長できないってことになるわけですね。ですから自分が縛られてしまうと。モノポリをやりながら学びました。人生についてですね。そしてそれの中で見つけたのがこのキャッシュボード、キャッシュフローのボードゲームですね。ここでお金の勉強ができるわけです。どうやってお金持ちがどんどんお金持ちになるのかということが分かるわけです。21年前に作ったこのボードゲームですけれども、ここでラットレースがあって、ファーストトラックというのが外側にあるわけですね。ほとんどの人たちっていうのは今ここでまだハマってるんです。学校に行って職を得て、一生懸命働き、貯金して家を買って借金を払って、そして株式市場に手を出せと、そして分相で生きろと。これはね、罠なんですよ、罠なんですよ。ですからキムと私がね、21年前にこれを作ったわけです。もうね、日本ではもうゲームがなくなってしまったんですけれども、でもアメリカのゲームでもね、学べますから、どうぞやってくださいね。ということで、お金というのは借金と税から成り立っていると。お金は税金がなければ存在しえないと。ですから日本というのは一番 GDP 対比で借金があるわけで、 250% の GDP 分の借金があるわけですね。ですからそこまで行ってしまったとしたらば、税金を相当かけないと返済できないということになってしまいます。ということは、もっともっと紙幣を増刷して、そして日本円の価値がどんどん下がるということなんです。だからこそ、その学校でそのお金の教育しないってことなわけなんですよ。それを知っていたとしたらば、安倍首相さん、オバマだってそれだってあなたたちを助けてないってことになっちゃうわけですね。トランプっていうのは私の友達ですから、よくね、本当本質っていうのをよく理解してるわけです。ゲームの本質です。ですから今日皆さんに最後お伝えしたいのは、最善を尽くして本当にマクロを理解して、そのどういうゲームになってるか、ルールを理解してください。リチャード・ダンカンの方ですけれども、リチャード・ダンカンはリチャード・ダンカン .com で学ぶことができますので。なぜ日本が問題を抱えているかというと、一つ目はこれなんですね。 FRB という日本アメリカの中銀が、連邦準備理事会がですね、日本がトヨタ車を出荷するとドルを日本に出していくわけですね。ドルっていうのはもう価値がなくなってきていますから、ということは日本はアメリカの国債を買うか、借金を買うか、あるいは日本の国債を買うかということになってしまうわけです。あるいは銀行の制度の中にお金を入れて、日銀の制度、日本の銀行の制度というのは円でもドルでもですね、これはやはり目減りしてしまうわけです。ということは1960年代にトヨタを1台行った時にはドルが日本に入ってきますから、そうするとバブルがものすごい日本の国内で起きたという、そういう循環ができてしまったわけです。安倍首相は今ね、経済が破綻するんじゃないかと心配しています。バブルが崩壊されてしまっては困るということなわけです。だからこそ紙幣を刷り続けているということで、実は1990年代から日本は不況状態にあるわけですね。しかし増刷することによって支えているわけです。ということは、この罠の背後にあるのはそういう状況だということを理解してください。ですから今までとは違うことをぜひしていただきたいんです。学校に戻るだけではダメですよ。そして仕事を頑張るだけじゃダメなんです。そしてお金をね、より稼いで税金が高くなってしまって貯金をしてしまったら、それはバカタレなんですね。だから違うことをしなきゃいけないということなんです。
ですから1972年にですねベトナムに行きまして、ドルの金印本位制度というのがなくなってしまって、このようにできるだけいくらでも紙幣が擦れるという状態になってしまったわけです。アジアの他の地域でも同じ状況が発生しています。サンディが言った通り、ちゃんと彼のね構想を受講していただきたいんですけれども、これ必ず次クラッシュ起きてしまうんですね。私はある意味 80% ぐらいね間違って上手に当てられると思っています。だって増刷しているという方はそういうことですから、これ不可能ですよ、クラッシュしないなんてね。ここだってだからこそここでももう一回救済するために増刷したわけですね。アメリカだって日本だって同じことしてるわけです。ということで、ここでキャッシュフローボードゲームを作りました。そして金持ち父さん貧乏父さんを書きました。というのもこれね予見してたわけです。金持ち父さん貧乏父さんの中で貯金をする人たちはルーザーだというふうに言っています。だって印刷してる時にそれを貯めるなんておかしいでしょ。でお金っていうのは、金持ちはお金のために働かないんです。だってお金って意味がないわけですよね。じゃなくて資産のために頑張るわけですよ。ですから私は起業家ですから、資産を生み出すということが仕事なわけです。そして自宅というのはこれは資産じゃないです、これ負債なんですよ。なぜだってあなたのポケットからお金どんどん抜き取られていません。だからこそ私が講演をするときにはお金いらないよって言ってるんですね。しかし絶対教えなければならないというふうに思うわけです。私が懸念していることは今ここ現状はここにあると思ってるんですね。何が起きるのか見えてないんですね、他の人まだ起きてないことだから。これは福島の、事故と同じなわけです。東日本大震災の時のように一度発生したらばプリショックっていうものがあるわけですね。プリショックっていうのが、予兆ですね、余震が起きて、そしてそれが、どんどん積もり重なって福島、の事件が事故が起きたわけです。ですからオプションの市場でも、同じことが起きたわけですね。リーマンショック1週間前に、ジェット、同時タッセロの時にも同じようなことが起きたわけです。アメリカ、航空会社とアメリカの、アメリカン航空会社とそれからユナイテッドとかも同じような状況があったわけですね。ですから何か起きるなということは分かっていたけれども、ということで4つのショックが、2014年の10月17日に起きたわけです。そして10年債のクラッシュが起きたのもそういう状況だったわけです。誰かしらに予兆があったわけですね。ということで必ず福島の、震災の前に余震が起きていたのと同じようなわけです。ですから今この状況にあるということは自分自身を守らなきゃいけないということなんですね。サンディのコースを取れば、もう下がる前にですねちゃんとお金をどんどん稼げるようになるということなんです。それが私がそうしてるんで、不動産でやってますけれどもね、不動産をこの時点で買っているわけです。ということでどうぞ同じことをやり続けないでください。学校に行って、そして勤勉に働き貯金するなんてしてほしくないんです。ですから先ほども前にも言いました通り、このように学習というのはしていくものなんですね。今ここで聞いて言葉を聞くというのはこれ日本の学校でやってること、これずっと聞いてるばかりで何にもやらないですよね。だからで読書をする、これ最悪の勉強方法なんですよ。これではなかなか学べないと。ですから何をするかというと絵を描いたりしますね。そうすれば少なくとも理解が進むと。そして上まで上がってくるとですね、ここが2番目にベストなやり方というのがこのゲームをするということなんです。モノポリをやりながら金持ちの脳というのを手に入れたわけですね。今夜ビデオをお見せします。私たちの物件、本当に4つのグリーンのハウス、緑の家を1つのホテルに買い替えると、それだけなんですよ。
そうやって増やしていけばいいわけですね。今6000件の物件を所有してるんですよ、石油油田だったり、そしてホテルだったり、で私は資産を持っているのであって、負債を持っているわけじゃないんです。ですからもう一つ、その討議に参加するっていうところもいい学びなわけです。学校は、試験の時にしか、話せません、試験の時にしかその知識を確かめません。そして話していたとしたらはカンニングとみなされてしまいます。ですから私は賢い人の隣に座ってですね、覗いていったわけです。そして私の友達スカイプリチャード・ダンカンさんに話をいただきましたけれども、私の師匠だったわけですね。そして IMF 世銀というところで仕事をしていた方です。で私は学校に行って質問する必要もなかったんですね。ですからこれが私の不動産のアドバイザーになるわけですね。パートナーなんですよね。しかし学校の中だったらばサラリーマンになれよって教えちゃうわけですね。まあとにかく一番大きなミスは学校でこのように読書、ばかりさせて、そして話を聞かせる、先生はしかも実社会の経験がないから何話せるか分かってない。私の貧しい、父は本当にいい人でした。全く実社会のこと分かってないですよ。ずっと学校、に5歳から通い続けたわけですからね。そして、その学校から、ね、解雇されるまでずっといましたからね、ですけれども、みんな学校に行って、そして、いい成績を取って職を得て税金を払って勤勉に働いてマイホームを買って、そして株式市場に投資をせよ、そして分散を握ろうというふうにずっと学校で教え込まれてしまっているわけですね。で、それは私が学びたいことではなかったわけです。ですからここでの問題は、その今嘘の、ま、お金が出回ってしまっているということなわけですね。しかもモグルの先生までいるという状況なんですね。日本円でもアメリカドルでもそうやってすられているものっていうのは偽物お金持ち、お金みたいなもんですからね。ですから本当のことを実社会の中で本当のことをやり続ける、実践し続けるというところが大切なわけです。で私はいつもそういうふうにしています。シンガポールで会計士のトムがいるんですけれども、こういうピークが来たとしてもトムは本当に税金の、達人であります。専門家であります。セミナー、でも、その税のプログラムを打ってる人たちがいますが、会計士でない人たちもいるわけです。ですから皆さんに理解していただきたいのは、どうぞ嘘のお金に騙されないでください。そしてモグリの先生がいるということも理解してください。ですから自分自身に問いてください。これは本当に本物かどうか、本物の私は教えているのかどうか。でもし私のことを信じないんだったらあれば、そしたら私の話は信じない方がいいでしょう。サムについても、それからペンジュンさんについても同じです。いろんな人たちがこうしろああしろって言いますが、でも本当はやっていないという人たちが、実践できてない人たちがたくさんいるわけですね。あるいは先生にもかかわらずその教えてることを実践していない人たちもいますから気をつけてください。で、これが一番いいやり方です。討議に参加するということです。ちょっとまとめていきますが、どうぞ話に参加していただきたいと思います。2分間パートナーを見つけていただき、とっても重要な、ね、学習になりますから、もしやここで話すということは私が言ってることよりも重要なんですね。ですからどうぞ皆さん参加して反発してください。しかし学校ではね、逆に討議なんてさせてくれないですよね。聞いてる時っていうのは右から左に流れていってしまいます。しかし自分が話そうとすると、ちゃんと頭の中で本当に残っていく、長期記憶に書き込まれるようになるわけです。ですから簡単に5分で、昨日話したところ、をカバーしていきたいと思います。しかし、まず皆さんにパートナーにの顔を見て2分間、まとめを話し、ありがとうと言って、あなたは賢いねって言って、ハイタッチをして拍手をしてください。
それを見直しという、振り返りということをやっていきたいと思います。では、今私が言ったこと2分間差し上げますので、パートナーの方と、今私が言ったことを繰り返して言ってください。ではスタート。はい、まとめて。やめて。はい、パートナーにありがとうと言ってハイタッチして、あなたは賢いと言って自分に拍手。ではこのね表大好きなんで先に進めていきますね。クラッシュは毎10年ごとに起きます。
もうね、定期便のように1971年、88年、2008年、2017年と、もう必ず定期便のように起きてるんですね。そして大体債券市場で先に起きます。今起きてますね。ですからこの時点で私が貧しい貧しい父さん、金持ち父さんを作ったわけですね。そして自宅というのはこれは資産ではないんです。 CNN でも、でも私のことを気に入ってくれてたんですよね。ですからいろいろ話をさせていただきました。でウォール・ブリッターというですね、右側の人はウォール・ストリートで仕事をされている方なんですが、私はウォール・ストリートでは仕事をしてません。ミューチュアルファンドとか買ってないんですね。私は銀行制度っていうのを信じてませんから、私は絶対クラッシュ来るよって言っただけなんですね。それだけでね、もう外されちゃったんですね。そして実際にクラッシュ起きちゃったんですよ。6ヶ月も前に警告をしたにもかかわらず、本当にこのビデオ、CNN で見ていただければ分かると思うんですが、本当にこうやって急加工をする前にですね。ですから私だってちゃんとね、専門分野のことを理解しているんですよ。ではね、ビデオを見てください。市場から60年代70年、私たちのお金がずっと必要なほど、得られないという状況があるわけですよね。70年代80年代計画が必要で、その資産をから手を引く必要があると思うんです。投資をする時期と、はい、そうですね。投資というのはその銀行投資家、が抱えている問題なわけです。私が言っている人たちは、彼らこそが本当に賢い人であるべきにもかかわらず、ですけれどもファイナンシャルアドバイザーを得る人っていうのは誰が果たっているのかを知るのは必要なんで、本当そうですね。あまりにも悪い。あなたは本当ゴールドマンサックスとリーマンブラザーズのことを心配してるんですか？はい、心配してるんですよ。FRB というのが最終的には、多分ベールアウトをすることが、救済するということがあると思います。納税者が、心配をするということが必要だと思います。リーマンブラザーは、実は倒産、することとなりました。リーマンブラザーズが倒産しました。国がリーマンブラザーズを救済することといたしました。ということで、またこれと同じことが起きますよ。ジーン・シャスキーが言ったこと分かりますか？だからお金を出してほしくないんです。銀行から下ろしてほしくないから、ああいうことを言うんですね。株式からお金を引いてほしくないんです。ですからずっとお金を突っ込んでおいてほしいから、ああいうコメントになるわけですね。だからそれを心配してるんですよ。だから私は招待されなかったんですね、もうね、出演。だからこそ、学校っていうのは、実は、その共犯者になってるわけです。実社会というのが分かってないですから、その実社会ということになったらば、モグリの先生に過ぎないわけですよ。学校に行って、職を得て、お金を貯金して、勤勉に働き、借金を払ってというのは、ダメなんですよ。私みたいにちゃんと借金を使わないといけないんですね。だからこそ、あなたが、皆さんが参加してくださって、本当に嬉しいですよ。日本人というのは、本当に賢いですから。しかし、間違いをすることを恐れてしまったとしたらば、また同じことが起きてしまいます。ですからそれが私があなたたちに心配していることです。ですからちょっと私が教えている内容を共有させていただけるんであれば、このように金利を 0% にしたときには何が起きるかというと、この人たちはお金持ちになるわけですよね。これは株式市場、メアリー・バフェットさんの話ですね。そしてこれ不動産なわけですね。こうやって彼らはお金をどんどん増やしていくわけですね。お金をちゃんと賢い的に投資をして、回収しているわけです。そしてここまではそれでうまくいったわけですね。昨日私の意見で言うと 80% 一番大きい危機が来ると予言します。このクラッシュの起きた後、紙幣をよりする人たちが増えていますからね。安倍首相もそうしているかのように。
毎回毎回、紙幣をすればお金をのために働いている人はもっともっと大変になるんです。インフレになり、賃金も下がり、そして税金は上がり、長時間働かなきゃいけない。だからこそ学校制度っていうのは、これはね、崩壊されるべきなんですよ。なぜならば奴隷になれって言ってるのと同じようなんですよ。この上の人たち、ゲームのね、ルールを知ってる人たちにの奴隷になっちゃうってことなんですね。で、これを話そうとするとこうやって私外されちゃったわけですよね。でも私実は言ってることは正しいんですよ。私は言ってることは正確なんですね。ですからこれがサラリーマンが潰れるってことなんです。一生懸命働いて貯金して、そして株式市場に突っ込んでる人たちがクラッシュされてしまうわけです。 401k という確定拠出年金、これが本当に怖いんですよ。だからこそ私はこうやってわざわざ来て皆さんにお話をしてるわけです。だからこそ貧しい父さん、金持ち父さんを作り、そしてキャッシュフローゲームを作ってきたわけです。そうすればどんどん練習して間違いをして、そしてこのラットレースから抜け出すことができるわけです。で、こういったシミュレーションをすることで間違いをするしなくなるってなるんですね。で、私は今実際にこのモノポリから実際の世界で動かしている。モノポリっていうのは税金と負債、みんな全てのことは負債と税金だと。モノポリっていうのはただその中のゲームの中のをちょっと見せてくれる感じですね。最後にちょっとお伝えしましょう。そこはこれです。これは金持ち父さん、貧乏父さんからですね。収入、出費、資産、そして負債。日本が今問題を抱えているのは、アメリカがあなた方を FRD がもうそれはアメリカじゃないのに、あれはアメリカの国、国有じゃないですね。金持ちたちが運営している FRD という金融のまあシステム、皆さんがトヨタを売るたびにアメリカに、アメリカのドルを送ってきたわけですね、日本に。でもそんなにたくさんだったので、アメリカが何をしたかというと、 T ビル、トレジャー、国債を買ったんですね。うちらのアメリカの国債を買ったんですよ。負債を買ったんです。71年後何が起こったかっていうと、金は死んだんですね。印刷すればいいものになってしまった。あなたたちにはもう 金がないんですね。金の余剰がないわけです。なので金がないので、もっとお金を刷らなくちゃいけないと。お金というのは金、金はお金という価値の等価があったわけですね。私は知っています。私も金を持ってます。世界中で金を探しても持ってます。ペルー、マチュリ、いろんなところ、中国でもそうです。日本、人間というのは、金に引き寄せられていくんですね。それはまあ神様がくれたお金のようなものなんですね。でもここにはないです。紙だけ、紙切れだけを皆さんは持っている。アメリカが印刷するたびにこの負債は少なくなっ、上がっていくわけですね。だから私はお金を売って儲けを得ません。ただ少しずつも貯めていった金というのが、50ドルで買えたのが今1500ドル、そういう金をたくさん持っているわけですね。お金をではなく、キャッシュではなく、金で私は価値を高めています。アメリカは金を持っています。誰にも言わない。それはアメリカのバランスシートの中には金を保有しているというふうに書いてあるなるんですね。世界をアメリカが、まあアメリカ、日本、そしてイギリスが世界を世界からひったくっているって言ってます。力強い、一番力を持った国ですね。
で、課金と GDP の比率をちょっとお伝えしてみましょうね。これがあなたにとっては違いじゃないかもしれない。でもアメリカは金を持っていますね。覚えておいてください。で、71年頃はトヨタを売った時、昔は金を日本に送ってたわけでしょう。でもそれが紙切れを送るようになったわけですね。これが、世界での、金持ちの国ということを見ましょうね。よく見てください。EU というのは、ドイツです。4.6% の金の保有率が、GDP です。USA、これは全部金と、そして GDP の比率ですね。なので、こういう比率があるので、お金をすり続けなくちゃいけないということです。持ってないんですね、金をね。でバランスシートの中で金を保有してないということが痛手なんですね。今はね、オーストラリアの方がもっと弱い、ブラジルも弱い、カナダなんて本当に弱っちいですね。なので今ここでクラッシュが来たら何が起こるかというと、日本に起こる。それは多分ここから起こるような気がしています。なので皆さんにお話ししに来ているわけです。なのでお金を貯金しているだけではなく、香港に行ってゴールドを買いなさいと、何でもいいです。金を買ったらいいと思います。準備をした方がいいと思います。キャッシュが意味なくなるとき、金の価値が上がるわけですね。そういった市場で価格を操作しているんですね、金市場で。なので、実際に上がっていかない、今操作されているわけですね。それが中国もそうですね。中国も 2.7% という、金の保有率が GDP に対してあるわけですね。日本今とても大変ですよ。アメリカから日本を守らなくちゃいけないね。本当のお金、偽りのお金ではなくて、本当の価値のあるお金、金ですね、を持たないといけない。私は金を買い始めたここで。そしてアメリカのドルがクラッシュしても、私は金を持っています。金は5000年以上ありますね。ビットコインは10年ぐらいですね。アメリカのドルは20年後もうないでしょう、きっと。そういった実際の紙幣、貨幣というのはなくなると思います。なぜかというと、もうこういうふうに印刷し続けているからですね。もしあなたがこれをここに書いた、ジンバブエで何が起こったかっていうのを今書いています。今ベネズエラで起こっています。英語の読める方はぜひ読んでください。お金をすりすぎるとどうなるかということが書かれています。今そこに私たちはいるわけだから、ここに来て金持ち倒産、そして書いて、そしてゲームも作ったわけですね。学校システムはそれを知ってほしくないです。そういうふうに、お金が国を滅ぼすというところですね。いい本だと思います。では皆さん、じゃあ1分間今のことを話してください。今価値のない円がある。なぜかというと、金で払ってもらうのではなくって、アメリカの負債国債を手にするようになってしまったというところですね。価値が、お金の価値が下がるとき、本当に価値のあるものは高くなっていきます。それが違いです。はい、では1分間どうぞお話ししてください。分かんなくても、とにかく1分間話してください。どうぞ。
はい、終わってください。終わってください。はい、終わりましょう。はい、パートナーにハイファイブ、あなた賢いじゃないかと言って拍手をお互いにしましょう。はい、では9歳の時のことを言いましょう。こういった金融システムというのはあなたの富を取り除くために作られていると。これを見るとどうですか？これがまあ本当の資金の金融についての学習なんですね。リッチダッドから学びました。私は仕事がない、そして退職金のアカウントもありません、ストックも持っていません。そしてでも世界中を旅行してしたいことができる。これは経済のちゃんとの教育があるとそれができるわけですね。ゼロの金利だと上の人たちというのは金持ちになり続けます、クラッシュが来るまで。でも同時に普通の中流の中流階級の人たちは毎日貧しくなっていっています。一生懸命働いて税金を働く、それがシステムです。だから金持ち父さんはお金のために働かないと。リッチダッドはこう言いました。これもリッチダッド・ポアダッドからですね。ファイナンシャルリテラシーには6つの言葉を、お金の言葉がいります。言葉の会計用語というのがありますね。日本語は話さないけど会計用語は話せるんですね。会計用語です、6つだけ。それは最初は収入、経費、資産、そして負債、その4つ。そしてこれを今度こっちを見るとき、E の方、S の方はそれを知る必要はない。なぜかというとそれがないからですね。でもビジネスオーナーや投資家たちはそれを知る必要があるわけです。絶対に知らなくちゃいけない。従業員であったり自営業の人たちというのはそれを知らなくても今仕事をしているわけです。自営業の方は多分収入があって、そして、経費があるだけですね。でも私のリッチダッドは言いました、それは2つの言葉が言います。それはキャッシュフローです。キャッシュフロー、そしたから私のゲームはキャッシュフローというゲームなんですね。なので、経済的な、IQ というのはどのようにキャッシュフローをマネジメントするかというんですね。でキャッシュフローをマネジメントできないとあなたは貧しいです。リッチダッド・ポアダッドからはこんなふうに言われています。アセットというのは、資産というのはあなたの、ポケットに入れるものです。負債というのはあなたのポケットからお金を奪うものです。資産はあなたのポケットにお金を入れる、負債はポケットからあなたのお金を取る。どうですか？あなたの今持っているものでどうでしょう？何がポケットに、もし家が資産だという人は嘘つきです。なぜかというとあのちっちゃなその家というのはその、お金がかかってるわけですね。毎日お金がかかっているわけですね。ローンもあるかもしれない、経費であり、そして実際に家を持つことによってリペアもあるし修復もあるし、ポケットから奪うものなんですね。でもレントしているとすると、それは私のポケットにお金を入れてくれる。家を貸しているならお金が入ってくる。でも、借り主が出ていっちゃうと今度それは負債になっちゃう。そういうことですね。ポケットから奪っていっちゃう。でこれは
それは誰も言わないことなんですね。なので会計士たちはあまり賢くないと思ってます。彼らはあまりリッチじゃないと思ってます。賢くてもリッチじゃない。もちろん教育的には賢いでもリッチじゃない。だから資産はポケットにお金を入れてくれて、そして、ポケットから奪っていくものもある。経費は外へ出ていくもの、インカム、収入というのは入ってくるもの、そしてあとは税金ですね。税金が、負債があり、そして税金があるということですね。それだけなんですね。なので4つの資産の、資産があります。1つはビジネス、ビジネスがあるなら資産です。不動産も資産です。紙です。この人たちは紙を買うべきです。 ETF だったりとか株式とか、そういう紙を買うというかですね。とにかく従業員であったり、自営業の人はそれを買うべきです。そしてIRA というあまりこちらにいる と、経済的にあまり知識がない人たち、反対に右側の方々たち、投資をする、実際に資産を持っている人たちですね。あとは、商品であったり、そうですね、例えば金とか銀とか、原油、そういうものがありますね。私も金、銀、原油を持っています。これは商品だけではなくビジネスも持っています。で、3つの会社を上場しました。金の会社、銀の会社、原油の会社。それが私がやっていることです。なので少しの人たちが、少ない人たちだけ私がやることをやっているっていうわけですね。これを私が本を書くとき、本はここに入ります。このその本を売るときには50カ国に売るわけですね。一冊の本を書く、どうして金持ちは金持ち、もっと金持ちになるかっていう、この本のライセンスを使ってもいいよっていうふうに売るわけですね。で、それは10,000ドル、1万ドルぐらいですね。それが資産としてあるわけです。本を書くと、で、3ヶ月に一度お金が入ってくるわけですね。で、チキンね、養鶏場をしている人がいます。で、毎日卵を産む。だから卵は資産です。そんなに難しくないですよね。そしてある人は、子犬を、育てる、子犬をが資産になっていくと。あなたのポケットにお金を入れているものは資産であり、取り去るものっていうのは負債なんだよということを覚えておいてください。難しくないね。なので、そういった経済の、市場に入っていって勉強しなくても OK です。アボカドを売ってる人がいるんですね。友達でカナダ人の人です。カナダはもうすぐクラッシュします。だから、1万ヘイカーのパナマの土地を買ったと。アボカドを持っているよりもカナダドルを持っている方がいいと言ってパナマに行ったそうですね。なので皆さんもそういった資産を作ることができますよ、そういうふうに。で、必ずその資産がポケットにお金を入れてくれるようにしていかなくちゃいけない。じゃあ隣の人と、資産がポケットにお金を入れる、負債はそれから取り去ることについてを話し合ってみてください。あなたは起業家として資産を作るということなんですね。もしあなたが自分で資産を作らないなら株式や他のものを買わなくちゃいけない。はい、ではどうぞお話しください。資産と負債についてです、どうぞ。
はい、終わってください。終わりましょう、終わりましょう。And stop. Thank your partner. はい、ではパートナーにファイファイブをして、あなたはスマートだ、ありがとう、拍手。One more time. Your energy is low. もう一度、high five, smart. ハイファイブ、エネルギー上げていこう、ハイファイブ。And give yourselves a hand. Action. Very good. Just remember this, okay? It's.だから覚えておいてください。これはポアダッドの世界ですね。仕事を勉強して仕事をしろ。こっちは大谷さんです。ニュータニさんですね。こんなすごいホテルを建てた人ですよね。ミスター大谷さんですね。ニュータニは本当にいい。リッチダッドのホテルによく似てますよ。いい資産です。そういうふうに私は育てられているわけです。なので森田さんご存知ですか、ソニーのね、本田さんご存知ですね、総一郎さん、そういった人たちは素晴らしいビジネスオーダーです。でも従業員である人たちというのは左側のチャートの方に色と教えるわけです。難しくはないんです。皆さんは鶏を育てることによって資産を持つことができるんですよ。皆さんは賢い、でも間違いを犯したくないと思っている。なので間違いを犯したくないからお金のために働いているわけです。で、安倍さんはちゃんともっとお金を印刷するでしょう。賢くない選択ですと思います。では時間が来ましたね。なのでちょっとまとめていきましょう。そして人が貧しい理由というのは、経費として税金があって、それは政府に行くと。家を買う、それは銀行へのお金に変わっていくと。 401k は年金はウォールストリートに行くと。皆さんがお金は入ってくると同時に外に出ている。それはあなたたちは本当にやられちゃったみたいですね。だからそれを教えている教育システムというのが本当にダメなんですよ。皆さんはこの人たちのために働いているんですよ。政府であり、銀行であり、そしてウォールストリート、そのために働いている。もしくは東京の証券取引所ですね。日本だったらダメですよ。それはダメです。なのでこの本、これが経済、金持ちがなぜもっと金持ちになっていくのか、僕はこれ書きました。でこれはもう本当にいいんですね。大学院のようなものです。ぜひこれを読んで勉強してください。ドナルド・トランプと私がやる方法というのはこれです。税金を払う代わりに、この本に書いてあるんですけれど、ファンタムインカムを作り出している。幽霊収入ですね。それをするには練習が必要だと。それをやる、訓練されたマインドのない人が多いです。負債を資産に変える、負債によって資産を増やす。キャッシュは使いません。負債をぜひ使いましょう。そしてお金をウォールストリートに送る代わりに投資をして自分たちの資産にまた戻しておく。それもだから金持ちは金持ちになっていくわけです。なのでこの本にそれは書いてあります。それをちょっと読んでください。どこの学校に行ったではなく、あなたはどれぐらい学びたいかっていうのが重要ですね。たくさん間違いもしたわけです。でもそこで学んできたわけです。60% のタックスを払う。ここでは 70%、 30% タックスヒアですね。
で、ここの投資家たちは 0% ですよね。大谷さん、この大谷ホテルのオーナーはリッチな方です。ここにいるからですね、投資家として。皆さんもそれはできます。賢かったらできます。しかし、間違ったと恥ずかしくしているなら、お金を作ることはできません。私がお金を、いっぱい失って笑う友達もいました。でも私は戻ってきました。サンディやペイジュンが教えているそのセルフエンプロイになるためですね、そこになるためには間違いも犯さなくちゃいけないんですね。間違いをしたくない人たちというのは学んでいけないわけなんですね。サンディがやることっていうのは、3万5千ドル、5万ドルぐらいのお金を実際に使うことによって本当に学べることなんですね。スクールで、逆校では、そういう間違いを犯しちゃいけないように教えてくれるわけですね。それが違いです。選択はここですね。選択肢はここです。間違いを犯しても大丈夫ですか？練習ですね。するとよりよくできるようになるわけです。それが人生です。でないと、あなたは学校の先生のにお話をする、そこ間違いを犯しちゃいけないと言われるような先生たちと話すだけになってしまうわけですね。先生が間違いを犯すなって言うと、まあそうですね、汚い言葉を言い返している自分もいます、心の中で。誰に、やっちゃった間違いを犯して何か言ったら、こう心の中で小さく立って、クソったれみたいに思ってたんですね、きっとね。態度の問題はありました、確かに僕にもね。はい、皆さん次第です。学校では教わった通りに何かをしますか？それは人間の日本の文化として恥じることをしちゃいけないと言われているかもしれない。私の最初のビジネスを私は失いました。そして自分のポアダッドは、貧乏父さんは恥ずかしいと。でも金持ち父さんは言いました、おめでとう、あと2つは潰さなくちゃいけないねと言ってくれたと。だから本当の起業家は2つぐらい会社を潰さないとダメだよということですね。それから学び、そして謙虚になるんだ。学ぶことっていうのは謙虚な自分にを導くことだということですね。私は助けを求めました。ケニー・マクロイやリチャード・ダンカンにも助けてと謙虚に求めたわけです。日本人もとても謙虚だから学べます。アメリカ人はとても高慢です。だからなかなか学べない、文化の問題かもしれないですね。なので皆さんは賢いです。私はそれ知ってますよ。すごく勤勉に働かれる、そして本当にいい教育システムを持っていらっしゃる。いいですね。それをどうぞ話してください。どうぞ。
はい、では皆さんどうぞまとめてください。そろそろまとめてください。はい、そしてストップ。皆さんハイファイブをして、賢いねって言って、自分自身に大きな拍手。はい、どうぞどうぞ、もっと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 。ではもう一度言いますね。日本人は人種としてはとっても賢いです。皆さんちゃんとした、まあ、努力と勤勉であります。それが一番大変なことなんですよ。そして次は本当に過ちを犯す覚悟はできているのかということですね。そうすることによって成長することができる。でもこの文化によっては本当に恥ずかしい、恥をかかせてはいけない。僕の、家族の全員は日本人で、教師なんですね。僕のお金持ちの父さんは中国人、貧乏父さんは日本人。僕は中国人の方がいいかもね、個人的に。まあ先ほど言ったように、お金はもう本当にこのような借金と税金だけです。それさえ理解すれば、じゃあこれをどのようにやればいいんだろうって考えてください。そしてこの学びのコーンを見ていきますと、僕はモノポリをやりながら練習できた。そして1万8000ドルの物件をマウイで購入して、それをまた再投資して25ドルの家賃として毎月稼いだんですね。でその時は税金を一切払わなかった。なので73年にはもう、やっちゃったなと思いました。もう本当に小さな取引だったんですね。このキャッシュフローのボードゲームの中にはいろんな小さな取引があります。まずは小さく始めてください。なので僕はおそらく、10社ぐらい立ち上げて、そしてもう何百万の、不動産物件取引をやっています。全てが成功しているわけではない。多くは失敗していますよ。あ、恥ずかしい、恥、ファッキュなぜなら僕はどん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 賢くなったからなんですよ。僕は学んでいたから。なぜならもう本当に実体験を通じて学んでいたからです。それが違いなんですよ。僕の本当にこれを耳を傾けてください。いろんな取引をやっていて、いろんなビジネスや不動産物件を持っている。株はないですが、もう本当に本当に株式市場に潜入したいのであれば、メアリー・バフェットの話を聞いてください。僕は全くそれには触れたくない。なぜならそれに打ち勝つことができると思ってるから。じゃあそれはなぜをするんだろう、それに打ち勝つことができるならって自分に思います。でも過ちを犯したくないのであれば、メアリー・バフェットに行きなさい。過ちを犯すんだったらサンディとペンジューンの話を聞きなさい。それは皆さんの選択肢なんです。やり方は様々。まあ、これが実際の取引です。この計算の方はまあシンプルなんですが、計算がうまくいかないかもしれないですね。これがアリゾナのトゥーソンです。ここにはちょっと数字の方を書きますね。これは実際に、実在する物件なんです。これが144、アパートですね、ビルですね。で144個の、アパートが入っていました。そして10エーカーが入りました。そしてその当時の、ケン・マッケルロイというこの本の著者なんですが、当時パートナーでした。この取引をしたんですね。この10エーカーの土地のを買いました。これが数字で、もうざっくりしているので、この物件の全てが、700万ドルでした。なぜかと思いますか。なぜならクラッシュしたからなんですよ。クラッシュがなければ、1500万ドルでした。なのでクラッシュっていうのはとってもいいのです。なので私たちが250万ドルを出して、これを、デポジットとしてを支払いました。それを投資家から集めた資金です。私たち自身がお金を入れてないんです。投資家がそのお金をくれます。そしてその後にはちょっと場所がなくなってきたんですけど、 4.5 ミリオンドルの負債がここにあります。これは投資家から入ってきた資金です。そしてこっちの方は、銀行の方から借りました。そしてそれにさらに、500万ドルの負債を抱え、
これが、建築ローンというふうに組みました。なので短期的なローンです。私たちが3年間この、アパートを建てますので500万ドルください、この土地にこのアパートを建てるからというような取引でした。なので一度にこのようなパッケージとしてお金を借りることができました。でも最終的な結果としては3年後に144、の、お部屋が入っている物件と108アパートが入っているビルがありました。そして新しい評価っていうのはその当時経済がまだダウンでした、落ちていました。でもこれを足したから新しいその評価価値の評価っていうのは1500万ドルでした。これはその家賃に基づいた評価でした。なので私たちの収入を上げることによってその価値も上がりました。ここには、負債がいっぱいあったんだけれども収入が増えたわけです。そうすることによって価値も上がります。銀行の方から、あ、じゃあその、1500万ドルの価値があるから、まあじゃあまたローンを、1200万ドル分の、ローンをしてあげよう。それいいですよね、いい話ですよね。なのでそのお金から4.5 ミリオンを引いてここの負債ですよね、プラスその500万の負債を足して、なのでこれでその借金を返すことができました。そうすることによって最終的には300万ドルを手元に残った。なぜならちょっと待って、1200万マイナスその負債、そして、純の利益っていうのは300万ドルという意味ですね。これでこれを支払うことができました。すべての投資家っていうのはそのお金をすべて戻すことができたし、プラス50万ドルが残りました。なのでこれを返してすべて借金を返すことができて50万が手元に戻って、これをすべて投資家の方に戻しました。なので 100% そのお金を取り戻すことができて、プラス50万ドルが残ることになりました。じゃあこれは僕の今話していることなんです。これは無限のリターン率です。全く自分自身のお金を入れているわけではないんです。すべて戻って借金を返すことができたし残ったし、それでもまたその家賃からの収入があるわけです。これは売りません。この物件はまた売ったりはしません。ただもう何度も何度、これはまだですね、僕のポケットにお金を送ってくれてるんですよ。お金も返ってくるし、この50万も残ったわけですし、これが無限のリターンです。なので株式の誰かが僕に来て、ああ 10% のリターンあったのよって言ったら、ああバカだねと思う。負け犬じゃん。それって捨て銭じゃない。これが最終的な経済的な教育のペイオフなんですね。これが最高のものなんです。なぜなら、そしてこれにはどれくらいの税金を払っていると思いますか。じゃあなぜゼロでしょうか。なぜなら負債、借金で買ったからです。じゃあもう一度
やりますね。144件で10エイクルを買って、これが700万の価値があって、私たちがその 2.5 の資金を入れて 4.5 ミリオンを負債、そして 5.0 は建築ローン、そしてあと108件を買って、また新しい評価価値の評価が1500万、そして1200万を借りて、そしてこの負債を返して残りは300万ドル、そしてその300万ドルがこれを返して、これを全て返すことができて、残りが50万ドルが税金なしでポケットに入った。じゃあ一体なぜその株式市場にお金入れるだろう。僕は全く僕には意味がわからない。それが僕のお金持ち父さんが教えてくれたことです。皆さんにもできます。皆さん、あなたにもできる。なので1分間取って、これをお互いに説明し合ってください。一番重要なのはなぜ税金がかからないと、なぜ無限のリターンなのかをお互いにちょっと話し合ってください。ではどうぞ。
はい、では皆さんそろそろまとめてください。はい、ではストップしてパートナーにハイファイブしてキャスコイゼって言って自分自身に大きな拍手。はい、もう一度ハイファイブして賢いぜって言って大きな拍手、もっともっと。このドルの数っていうのはそんなに変わらないんですよね。大きな変わりをもたらさないです。これを決定づけるのはこの、テナントさんがどれぐらいの家賃払ってくれるっていう話です。なので東京でしたら皆さん家賃がとっても高いんですよね。だから価格が上がります。アリゾナ州でしたら本当に家賃が低いから難しいんですね。実は大変なんですよ。なので家賃が高ければもう本当に楽になりますよ。でもそれでも実践しなければいけない、練習しなければいけません。そして僕は83年で1万8000ドルの物件で始まりました。クレジットカードを出して買ってお金を稼いで、そして練習し続けました。そしてどん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 レベルを上げました。なぜなら楽しいからです。僕にとってゲームですから。だから今日6500部屋があって、5つのホテルがあって、ゴルフコースとかもう石油のウェルもある。私たちがドナルド・トランプのサイズではないんです。大谷さんのサイズでもないよ。でもリッチダッドのホテルっていうのはもう大谷さんのホテルの近くにあったんですよ。これがお金持ち父さんが教えてくれた内容なんですよ。お金持ちっていうのは、お金のために仕事しない、そして鍵っていうのは、借金と税金です。そしてここからのキャッシュフロー収入はキャッシュフロー、ここから来るのはここに入ってきます。またですね言いますが税金を払います。不動産ですから僕はもう、同じなんですよ、感謝と原価償却と増量、そして、税金はいけないんですよ。それは、ETF とか債券投資信託ではできないから僕は絶対に触れたくない。汚染されているから。でも練習しないといけません。わかりました。この方が僕に教えてくれた方です。ケン・マッケルロイです。この取引でのパートナーでした。彼はもう本当にリードを取ってくれた男性で、もう本当に不動産物件の業界で一番賢くて僕のパートナーです。そしてこの方はシンガポールで一緒に来てくれたトーム・ウィアライト。彼は税金で、そしてなぜなら税金とと負債です。それだけなんですよ、ゲームっていうのは。もう不動産物件じゃなくてもいいんですよ。もういろんな利点があります。その、借金と税金を使うのは、これは農業でも石油でも水でもそうなんです。でもこれは株式市場でも絶対に学べません。株式市場っていうのは受動的に投資したい方のため、でも愛の方たちはインサイダーのためなんですね。実際に取引を組んでくれる方のためなんです。それが大きな違いです。でも教育システムっていうのは株式市場にお金を投資しなさいというふうに言ってしまう。そして多くの方は多分するべきなんですね。なぜなら経済的な教育はないから、そして失敗を恐れているから、それが違いなんですね。まとめていきたいと思いますが、ここで写真をお出しします。もう美しい女性は多いんですが、でもそれ以上、一番美しい女性は奥さんのキムさんです。そして彼女は僕のお金のために買って結婚していないっていうのは分かります。僕は貧乏だったからね、結婚した当時は。また失敗を重ねて貧乏になってしまった。それでも結婚してくれて、私たちが1年間ホームレスで、いろんな仕事をして、どん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 気づきビジネスを築き上げて、今はいろんなビジネスがあって、不動産があって、もう請求でもいっぱいあるわ。でも彼女がここにいたら、今ですね彼女はスウェーデンにいて、スウェーデン人ですね。皆さんに、みんな大富豪の女性たちにメッセージです。女性たちは男性より賢いから、あなたたちにもできるって、彼女からのメッセージです。これは、ちょっと短い動画なんですけれども、これの一部です。
この本の後ろの方には、10個の動画が入っています。なぜ、リッチダッド TV と呼んでるかというと、それがなぜあるかというと、多くの人は最近本は読まない、でも動画を見てくれます。なのでこの本の後ろの方にアクセスがあります。10個の動画のアクセスがあります。もう全て英語なんだけれども、それは残念ですよね。それをなんか通訳翻訳することができれば見てください。これそれはこれです。見るっていうことですね。これはリッチダッドテレビです。これを本の後ろにありますので、僕のアドバイザーや友人からの動画です。そして僕の友人全員は実体験します。僕はノフリの先生は周りに置きません。大嫌いです。だからこれはキムさんからの、僕の奥さんのからのメッセージです。彼女も何もない状態から起業家になって、彼女の父親も50歳で、クビにされて、そして彼女は絶対に上級業員にならないというふうに言ったんですよ。僕は全然ハンサムじゃなかったんだけれども結婚してくれたんですよ。そして彼女には、僕も起業家になる、投資家になるというふうに言ったんですね。そして彼女もそうなりたかったから、もう今結婚して31年間結婚してます。来月で。じゃあ今ですね、短い動画を流したいと思います。もう一度、この後ろにありますので見ていてください。なぜ女性はターザンを必要としない。ああ負け犬。もう皆さんには僕の大好きなキムに紹介したいと思います。26日後に私たちが30年間の、結婚生活をお祝いしたいと思います。そして彼女は、リッチウーマンの著者です。そして彼女も実際にリッチウーマンなんですよ。大富豪です。彼女に会った時には、僕はお金持ちだから結婚してくれなかった、僕らなかったからね。当時は僕は企業家で、もうちょっとビジネスとビジネスの間にいるというふうに思いました。そして起業家は安定した収入がないというふうに彼女は知っていました。彼女に会っても惚れてしまって、そして彼女は世界一美人だなというふうに思いました。だから彼女は、今は富豪なんですね。僕は何も与えてない、単純に僕のリッチダッド教えてくれた手法を教えただけです。なのでキムがリッチウーマンという本の中には、実際にそれを成し遂げている女性だから読んでください。そして、結婚する前には両親はすごい心配してました。もうファーストチョイス、第一選択ではなかったんだねというふうに、父さん母さん言ったんですね。そして彼らは起業家の周りにいなかった、そして人生をどうしたいのかというふうに言われたんですね。初めてのデート、彼女は本当に付き合いにくかったんですよ。もう6ヶ月間何度もデートに誘ったんだけれども、もう断り続けて、もうでも僕はいいセールスマンだから何度もやり挑戦したんですね。一番最初のデートに行った時には、人生どうしたいのって聞かれたんですよ。私は当時は2回大学での仕事を、クビにされたんですね。なので他の人のために仕事したくないと思って、そう聞かれた時には、私は自分自身のビジネスを持ちたいというふうに言いました。でもそれだけの共通点ではなかったんですよ。お互いの父親はクビにされたんですね。多分メインの理由としては私が起業家になりたかったんですね。私の父親は50歳頃には、仕事を失って、彼は、印刷業界の幹部だったんですね。そして彼のオフィスに行って荷物を全て積んでたんですね。そしてこれを見て怒っていました。彼はすごくいい男性で本当に努力していて、もう誠実だったんですね。でもその当時には、絶対に他の人が私の人生を操れるようにはしたくないと思いました。その当時時点に、起業家になることを決めました。なので初めてのデートには、じゃあ人生をどうしたいのって聞いたら、いや私は自分のビジネスを持ちたい、でも起業家の周りにいたことがない、そして君が、いや僕はいくつかのビジネスを立ち上げて、そして友達が起業家です、じゃあ一緒にいなきゃと思って、それで始めました。じゃあまずですね、キャッシュフローのクワドラントで始めましょう。これが2つ目の本、リッチダッドの2つ目の本です。そしてこれは単純に、ビジネス界では4つの人間のタイプがいます。まずはこれはエンプロイ、従業員ですね。そして2つ目、セルフエンプロイド、中小、企業のスペシャリストですね。そして3つ目はビジネスオーナー、大きなビジネス、これは500人以上の従業員を雇っているビジネスですね。そして4つ目というのは投資家、プロフェッショナルな投資家です。
私の父親とロバートの父親はコーチ E の方にいました。従業員でした。そしてお互い仕事を辞めた時にはスキルやマインドセットを持っていなかった、知識もなかったんですね。次の S と次の B と I の方に移す知識がなかったんです。なので初めてのデートにそう聞かれた時には、私は当時そこだったんですね、従業員として。そして自分のビジネス持ちたかった。だからロバートが私に教え始めたんですね、彼の金持ち調査を教えたこと。 E から S に移す方法を教えてくれた。そして初めてのビジネスを、会った数ヶ月後に始めました。ロバートからの、ギフトは会計士のクラスだったんですよ。なぜなら僕は彼女がちゃんと理解しているその資産と負債の違いを知ってほしかったんです。私は実は、大学の、ビジネスデグリーを持っているんだけれども、その、起業家とか企業について全く教えてくれなかったんですね。お金について全く何も、教えてくれなかったんです、ビジネススクールに行ったのに。なのでこの、クラスに参加した時にはもう本当に、参加型だったんですね。もういろんな競争があって、いろんなチームと競争し合いながら、楽しみながらいろんな学びを身につけることができた。そしてメインの、いいところは、私は他の、クラスに参加したくなかった。大学のでもこのコースっていうのはお金について私は興味を持っているものについてだったので、もう本当に、現実の世界のような体験だったので、私がもう本当に明かりがついて学ぶのが大好きだったんですね。学校の問題っていうのはもう興味がないことを教えてくれた。でもこの会計のコースは私の学びの、その情熱を燃やしてくれた。だから私はカップルたちにはキャッシュフローゲームを一緒に遊びなさいっていう理由は、カップルの一番大きくなる喧嘩の理由はお金ですね。そしてそれが離婚の理由の原因の一番なんですね、お金。なのでキャッシュフローのゲームをやることによって資産と負債の違いを分かることができます。こういったような話をよく聞きます。あ、彼はちゃんと稼いでくれない、彼女は稼いでくれない、彼女はもう浪費しすぎ、その資産と負債はちゃんと把握してないからそのような喧嘩をしてしまいます。その負債が資産だと思い込んでしまう。お金っていうのはもう本当に大変な課題なんですね。だからこそカップルは一緒に学ばないといけないと思います。そしてカップルとお金についてお話ししますが、私とロバートが資産を増やした時には、最初はすごく小さいお家に住んでいました。でも小さなお家でした、小さな負債でした。そして、車は、高級車フェラーリランボーギーニではなかった、小さなお家で小さな負債。そして車もちっちゃかった。そうすることによって資産を蓄積しました。私たちの友人たちはお金を稼いでて、あ、大きなお家買いなよ、もうファンシー、もう高級車を、運転しなよって言われて、彼らは今そういったような車とか、いろんな悪い負債を持ってるわけなんだけれども、でも見た目はかっこいい、金持ちのように見える。でも実は負債が本当に大きくて、その経費を通じてそのお金が全て流されていく。でも私たちはキャッシュフローのあるような資産を私たちの、ポケットの中に収入を入れてくれるようなものに投資します。でこういったようなものはキャッシュフローを、邪魔になります。石油とガスがキャッシュフローを作って私たちのポケットにお金を入れてくれます。私たちが働いても働かなくても、お金を稼いでくれます。だからこそ私たちはクビにされることはない。なぜなら働いてないから、仕事してないから。でそれは初日からの計画でした。だからこそ経済的な教育が重要です、特に女性に対して。なぜなら経済的な教育を得ることによって、男がいなくても生きていける。今の離婚の率を見てください。50% の結婚は離婚で終わってしまう、女性も男性よりも長生きする。そして女性が年が経っていくと、もう経済的なクライシスに陥ってしまうことが多いので、女性たちにおすすめします。経済的な教育をどうぞしてください。そうすることによって、もう他の人に頼らなくても大丈夫。旦那さんとか男性じゃなくてもお世話しなくてもいいんです、されなくてもいいんです。自分自身のお世話してください。ロバートのお金持ち父さんに会った時には、彼はもう本当に不思議な人物だったんですね。期待してた男性とは違ったんですね。でもあなたの教えてくれたんですね、価値のあるもの。彼と会った時にはそのビジネスがちゃんと運営されていたんですけれども、私と、ロバートがこの S にいたんです。でビジネスがどん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 うまくいって、ロバートが私にお勧めしてくれたんですね。僕は単純に、あ、今投資しなさいよって私に言ってくれました。
だから僕にその投資の話をした時にはもう本当にちょっと怯えていたんですね。なぜなら僕の父親とか周りの人たちは投資するのは ただその投資信託と債券と蓄積とあとまあ株式だけだけです。もう受動的な投資家だったんですね。だから僕の話っていうのはもう不動産とか他のようなキャッシュフローのもう本当にアクティブな投資をしなさいというふうに言われた。でクリームは本当に本当にブルブル覚えてたんだけれども、僕の話を聞いてくれてお金持ち調査を教えてくれたことを聞いて、一番最初の投資はどこだったんですか？まあ、一番最初はですね、やりなさいって言われてって思ったんだけれども、一番最初の投資っていうのは私のリトルグリーンハウス、ちっちゃな緑の2つの部屋があって、ポートランド州にあった物件だったんです。一番最初は本当に怖かったんですね。いろんなことを学んでいて、その契約書にサインするのも怖かったし、お金をデポジットしなければいけなかった、もう過ちを犯してしまったらどうしようと思ったんだけれども、最初のそのちっちゃな物件を買って、毎月このちっちゃなお家が私に毎月25ドルのキャッシュフローがあります。それが一番最初の第一歩でした。最初の投資でした。そこで明かりがついて、そして彼女がもう豹変したの、もう大好きだったからね、理解できたから、そしてゴールができて、私のゴールっていうのは20個の物件を10年以内だから年に2回その物件を買うということがゴールでした。そして10年後には経済的な自由を得るというふうに決めました。そして一度そのコツをつかんだ時にはもうそのゲームを理解することができた。単純にモノポリを遊んでいるような感覚でした。だからその10年をかけないで18ヶ月でその20件を買いました。では今どれぐらいの物件を使っていますか？その6000件以上今持っています。そして6000個のちっちゃな物件は全てあなたのポケットにお金を入れてくれていますね。この資産から収入へ入れてくれています。だからこの本を書く、権利があるわけなんですね。彼女実際に体験しているお金持ちですし、そしてその資産のカラムにいろんな投資があります。いろんな緑なお家がありますし、それだけではなくて、その後に赤ホテルを買いました。モノポリのように、私たちは、リアルライフでこのゲームをやっています。これは彼女のでかい大きな高級ホテルです。じゃあ最後にまとめますが、学校の方では過ちを犯すなって言われた時には、そしてお金を債券株式とかに使いなさいって言われても教育されません。でもキムがいろんな過ちを犯しながら、彼女が何が起こったかというと、そのファイナンシャル知的さが上がったわけです。そして過ちを犯せば犯すほど彼女の取引がどんどん拡大され、だから学校は本当に悪いと思っています。お金を銀行に入れなさいとか、ウォールストリート街に入れなさいとか、そういったような、国税庁に入れなさいというふうに言われるのはもう本当にひどい話です。そして過ちを犯すのはバカバカしくない。なぜならそうやってしまうと、過ちを犯さなければ賢くなりません。そして最後に、この取引の話でコメントなんですが、ちょっと、見えるかどうかわからないんですけれども、僕はこのお金を使ってどうしたと思いますか？僕は金を買いましたよ。それでどんどん金を蓄積して、金塊を蓄積していった。なぜなら金塊というのは本当の本物のお金です。じゃあなんで蓄積がないんだろう？なぜならいらないからなんです。僕はこの負債を使うことができる。そして知的さ、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあそれを言ったところで、皆さんに本当に感謝の気持ちを示したいと思います。そしてその次にはリチャードとビロニカタウンに大きな拍手を送ってください。僕の大友人です。
はい、ありがとうございました。ちょっと短い話を話してあげましょう。これがキムとそのいったようなラットレースから抜け出した後にはちょっと引退のようなものをしてた時には、これは21年前なんだけれども、僕はある小さな町ビズビーという町にいたんですね。はい、ビズビーというちっちゃな町、アリゾナの町にいたんですね。でその時には、土地の開発をしていて、全く自分自身の資金を投資していない、ただ練習のために買っただけですね。そしてキムがここに来て、ねえ、電話が来たんだけどって、え、何って言ったら、なんかシンガポールから電話来てる、え、なんでと思ったら、これは86年あたりでしたね。そして彼女が言いました、なんか君に話したいって、え、何の話って聞いたら、なんかセミナーをシンガポールで開催してくれ、え、シンガポールと僕が言いました。それが起こって、そして僕はシンガポールの方まで足を運んで、そして初めて対面して21年前に対面しました。それがもう本当に兄弟が再会したかのような気持ちでした。もう精神的につながりがあってパートナーだったし、私たちがお互いは教育に本当に貢献しています。そして僕は初めてそのリッチダッドポアダッドのトークを初めて公開しました。なのでもう本当にこの2人お二方に感謝しています。長年お付き合いしていただいて、僕のことを僕に電話かければもうすぐに飛んで行っていろんな人に叫んで話したりはします。でも彼らはもう本当に忠実的にはコミットしていて、正直で努力家です。もう本当に皆さんの教育にコミットしています。なのでこの2人に大きな拍手。彼らはもう本当に精神的なパートナーですね。ハートのレベルでのパートナーです。じゃあリチャード、まずですね、僕は長年の付き合いも本当に感謝したいと思います。あなたは私たちの先生であり、西洋の方は分からないんだけれども、アジアでは私たちは先生をもう本当に親のように扱いますよね。尊敬します。私たちをもう本当に先生を親のように尊敬尊重します。なので私たちにとってもう先生であり、そして親のように尊敬します。本当にありがとうございます。僕とベロニカはパートナーとか私たちのパートナーが友人になることがあります。もうこのようなイベントを開催することはできなかったんだろう、友人がいなかったら、そしてパートナーがいなかったら。そして皆さん分かりますよね、彼誰の話をしてるか。じゃあ今からですね、呼んでもいいですか、僕のパートナーと友人をステージの方に呼んでもいいですか。ああ、待って、ベロニカに一言をもう男この人、彼女は一番のパワーの持ち主なんですよ。ありがとうございます。まずですね、もう一度皆さんに本当に感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。2日間一緒に過ごしても最高でした。本当に特別なんですよね。この会場はいっぱいに詰め込んでるだけではなくて、いろんな人が立ちながらもう床に座っている人もいる。これはものすごく、レアな機会なんですね。もうそこまで、もう本当に2日間経ってでもこの情報を聞きたい、教育されたいっていうのを見るのはもう本当に心を温かく格するようなことなんですね。本当に私たちのミッション、使命を、教育のミッション、経済的なミッションがどれだけ重要なのかってもう確認することができました。そして皆さん時間をここで使ってくれて、もう本当に私と自分のチーム、シンガポールのパートナーとか講演者の皆さん、ロバートの代わりに皆さん本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。僕は2人のお名前があるんですが、僕はリチャード・タンと言われるんだけれども、ベロニカの旦那さんって呼ばれることも多いです。僕はどちらかというとベロニカの旦那さんと呼んでください。じゃあ今からですね、僕の友人と皆さんの講師を呼びたいと思います。小山さんです、どうぞ。もうこのようなイベントが彼がいなければ開催することはできませんでした。はい、皆さんありがとうございます。そして素晴らしいスピーカーたち、本当にもう一度大きな拍手をしてください。ありがとうございます。では
本当にまあこういった何かイベントをやると、まあ皆さんもまあたくさんの学びがあったんじゃないでしょうか。学びがあったって方はどのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。でも一番本当に皆さんと同じぐらい、実は私たちもたくさんのことを学ぶんですね。まあこういう会場やこういうイベントをやると必ず何か大きな問題があったりとか、あるいは何か小さなトラブルから大きなトラブル、そしてその中でさまざまなことがリアルタイムで変わっていきます。でそんな時に本当に私たちが一番学ぶのは、まあ、皆さんから一番大きなものをいただくし、それが愛であったりとか、時にはその柔軟性であったりとか、時にはまあ一緒に何かをやるその瞬間であったりとか、まあ、そういったものを学んだりします。で私たちが本当にやりたいこと、まあ、いろんなことはあるけれども、人生も同じです。トラブルもある、問題もある。でもそんな時に何がその瞬間に価値として与えられるのかっていうのを常に考えています。でその価値っていうのは本当にまだ私たちなんかまだこれから大きくなっていく、成長している会社ですし、私自身もそうだと思う。で皆さんの中にはそういう同じような立場の人もいると思います。でその価値っていうものは本当に一番はスピーカーからもたくさんのものをもらって、そして私自身もそれを生かしてずっといるんですね。で本当に今から10年以上前、このサクセスリソーシーズや、あるいはもっとさらに前、ロバート清崎さんやその彼の本であったり、その教えであったりものを私は受けました。でそこからインスパイアして、それをもとにこれをもっと多くの人に与えたいと思ったんですね。そして今日この瞬間、私の一つやりたいことは叶いました。でもこれは私がやりたかったことなんだけども、これからさらに先に私たちだけじゃなくて皆さんにもやっていただきたいんですね。この瞬間を忘れないでいただきたいんですね。この瞬間立ち会ったことを、本当にこの瞬間を忘れないでほしいですね。周りの人や、そしてこの自分自身に対して、次はあなたの番です。このステージに立つのはあなたの番です。それをここで最後に言いたければ、まあ言いたかった。本当に今日はありがとうございます。2日間ありがとうございます。できるだけ真ん中に集まってください。写真撮ります。できるだけ真ん中に集まってギュギュギュっと。ぜひですね、この会場のこれからですね、一歩外に出てくる皆さんに向かって一言、ワンメッセージ、何かを伝えていただければと思います。では、ペンジュさん、よろしくお願いします。まずですね、ちょっと、僕の実践している、毎日実践していることをお教えしたいと思います。で大きな変化をもたらしてくれました。それは単純に僕に、思い出させてくれることなんですね。私たちが準備ができてもできてなくてもある日が来て、すべてが滅びる日が来ます。
そしてこれを自分自身に覚えさせることによって僕が大きな決断を下すことができたんですね、人生の中では。なぜなら人生の中では多くの場合私たちがいろんなカオスの中にさまよって、私たちがやらなければいけないリストとかスケジュールに忙しくなりがちなんですね。そうすることでこれが重要なんだなと思い込むことが最終的には全く無意味だったということが気づきます。そして私たちの夢、私たちの願望、そしてそういったような恐れがあって、もうバカバカかしく見られたくないという恐れは最終的にはもう本当に無意味だということが気づきます。なので自分に問いかけるべき質問というのは、これが重要だと思い込んでることが最終的には無意味だって気づいたときには、じゃあ一体何が重要なんでしょうか。最終的には重要なものっていうのは私たちが買ったものではなく、私たちが作ったものなんですね。重要なものはどれぐらいの友人がいるのかとか、 Facebook の友達とか、私たちがいなくなっても覚えてくれる人、思い出させてくれる人、そしてその終わりが起こった時には学んだことだけではなく、私たちが誰を何を教えたのかっていう意味ことです。なので僕をグラウンディングさせてくれるような質問っていうのはそれなんですね。いつももちろん忙しいしフォーカスがあるんだけれども、それを自分自身に思い出させることによって最終的にはもう本当に意味無意味です。そしてこの2日間一緒に過ごして、本当に皆さんにその飢えや鼓舞をされた、もう本当に人生の中では全てお掛けなさい、もう大きなお家を買ってもいいしフェラーリを買ってもいいし、でもそれと同時には意味がないというような知恵を持ってください。ありがとうございます。サンディさんお願いします。人生の中では僕は会った全ての方々、成功している成功者はあるルールがあります。もう本当にシンプルな習慣もしくは儀式を作るわけです。僕は毎朝ある一つとっても単純な儀式があります。僕が起き上がった時にはもうそのベッドがちゃんときれいにできているということをします。なぜならどれぐらいひどい日があったとしても、もう怒ったとしても悲しんだとしても、何が起こったとしても関係ないです。お家に帰った時にはそしてその頭を枕の方に置いた時には綺麗な素敵な夢を見れるからです。なのでパーフェクトドリームを見てください。どうぞ。はい、皆さん2日間お疲れ様でした。福岡アカデミーの小林と申します。今日はちょっとスピーチがなかったんですが、昨日最初の方で20分ご同時間いただいたんですけど、私自身はですね26歳の時にロバート清崎先生 の、 金持ち父さん貧乏父さんを読んで、不動産投資一部屋から始めて今8年経ったんですけど、まさかこの同じ舞台に立てるっていうのはもう夢のような気持ちなんですが、これはもう皆さんも同じような可能性があると信じて動いてほしいなと思います。今日とか昨日は皆さんにとっては非日常でワクワクする、頑張ろうって思う、そんな2日間だったと思います。これはパワーになるんですけど、明日からまた日常が待ってるんですね。でここでトーンダウンしちゃうとまた平凡に戻っちゃうんですね。なんで日常の底上げって僕いつも言うんですけど、日常を底上げするって気持ちでコツコツやっていってほしいんですよ。今までやらなかったことを一つ一つ明日から日常を変えていくっていう気持ちを持っていただいて、ぜひ人生を変えていただきたいなというふうに思います。我々福岡アカデミーもこれから皆さんに情報をお届けするので、ぜひセミナーにも遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。2日間どうもありがとうございました。ラッシュさんお願いします。東京ありがとうございます。もう本当に素晴らしい観客になってくれてありがとうございます。一つ言っときたいんですけれども、もう感情を感じてもいいんですよ。何度も何度もその感情を感じてください。でも忘れないで、失敗するのはもう本当にオプションな選択肢なんだけれども、諦めるのはダメです。皆さん、2日間お疲れ様でした。僕はですね、1日目の方に、少し、登壇させてもらったんですけども、本当に、先ほど小山達夫さんがおっしゃった通り、僕は1年前まさに皆さんと同じように聞く側でした。ですがたった1年でこちらの壇上の本当に海外の有名なスピーカーの皆さんと一緒に喋れるようになりました。ただひたすら成功に向かって努力したからです。時にはちょっと寝ちゃったりとか、途中でセミナーをね書いちゃったりとかしちゃいましたけど、小山さんのね。でもそれでもそういう時もありました。それでも絶対に成功したいとか成功するって決めて、もう今では毎月億を稼いだりとか
そういったような生活を手に入れることができました。ですので皆さんも絶対に成功すると心に決めて、明日から、いや今日家帰ってからも努力を続けてください。それでは皆さん2日間お疲れ様でした。ありがとうございました。ショーンさんです。はい、I'll try this。 じゃあこれをちょっと、やってみましょう。きっと成功してみせる。きっと成功してみせる。と決心することが何よりも決心することが何よりも重要だ。頑張ってください。メアリー・バウスさん、お願いします。皆さん本当に来てくださってありがとうございます。ある、機会が与えられましたよね。天才的な講師たちの話を聞く機会が与えられました。いろんな人たちは違うアイデア概念を持ってるんだけれども、いろいろ2日間かけて学べたと思います。まあ根本、単純に言うと、人生がもう本当に、短いから賢くやることを賢く決めなさい。そして感謝を持ちながら毎日に対して感謝を持ってください。ありがとうございます。小山さん、お願いします。再度になりますが、本当にこの場所を共有できたっていうね、この瞬間が本当に私は一番好きです。もう2日間皆さんが得たこのエネルギー、たくさんの学びがあったって方はどのぐらいいらっしゃいますか。素晴らしい、ありがとうございます。もうこの瞬間をまた何度も何度も自分で作り出す、まあ、そんなですね日常を私は送っていきたいと思いますし、次は何度も言いますがあなたの番です。皆さんありがとうございました。ベルンカさん、お願いします。 Hello。こんにちは、私は皆さんこの会場を出て行って自分の世界に戻った時には、その夢を絶対に生かせたままにして、夢のために戦えば夢はあなたのために戦ってくれます。ありがとうございます。リチャードさん、お願いします。ありがとうございます。もう夢のために戦えば夢はあなたのために戦ってくれます。ありがとうございます。そしてロバート先生。じゃあちょっと短いお話を共有しますが、僕はとっても高収入の仕事についてたんですね。昔は石油の仕事をしていました。でもそれよりも重要なことがあります。お金よりも。ベトナム戦争が起こった時には、その僕はドラフティングされなかったんだけれども、僕は自分でその海兵隊の操縦、飛行機の操縦をするというふうにボランティアしました。で、じゃあどの飛行機を操縦するのかというふうに聞かれたら、じゃあ一番危険なミッションはどこなんだって聞いた。でそれはヘリコプターの、ガンシップ、銃のシップだったんですね。いろんな操縦者が必要だったんですね、パイロットを。じゃあなぜパイロットが必要なんですかって聞いたら、もうだってすぐに次に次に死んでしまうからなんですよ。彼らの寿命が90日間だったんですね。90日間以下なので、もう本当にもう加速的にトレーニングをされて、戦争に潜入するためにトレーニングされました。戦争に入って、あるインストラクターが僕に来て、もうクラッシュの、追突する練習しなさいって言われました。そしてそれがもう最高のアドバイスでした、僕にとって。なので私たちがもう空に飛んで、そのクラッシュを何度も何度も何度も、一度だけで2つ3回4回だけではなくて、1日に10回ぐらい練習したことがありますよ。もうそういったようなエンジンなしで飛ぶ練習もしていました。なので僕は、エンジンなくても操縦することはできたんですね。だから僕はベトナムの方に着いて、私たちはもう飛んでいて、僕はいつも同じ2人の副操縦者とクルーチーフと一緒に飛んでいました。なので一緒に練習して練習して練習して、である日が来て、私たちは多分1500フィートの高さ、高度で飛んでいて、そしてエンジンが止まってしまった。そしてクルーチーフが頭をポン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 って叩いてくれて、もうびっくりしたんですよ。それで、その飛行機がもうとても高いスピードで落ちていて、そしてマシンガンとかロケットを全て捨てて、クルーチーフが来て、ねえねえねえって言われた、これ練習じゃないからねって。
これがもう本当にリアルだからね。そして私たちがもう生きて帰ることができた。なぜか元気です。今日はリセットボタンというですね、電子書籍の方を出版させていただきました。はい、で、Amazon と、楽天のコボですねの方で、買っていただいて読めますので、ぜひこの機会にですね、読んでいただければと思います。はい、で、全てはマシーンという、サブタイトルがついてるんですけども、この言葉はですね、レイダリオさんっていうですね、アンソニー・ロビンズさんのこう経済だったり、まあ、投資家の中ですね、部分の、まあ、メンターって言われている方で、まあ、この史上最高をですね、稼がせるリーダーとして、ご紹介されている方なんですけども、まあ、ウォーレン・バフェットだったりとか、まあ、アマゾンのジョフ・ベゾスだったりとか、まあ、ビル・ゲイツだったりとかいると思うんですけど、またちょっとタイプがちょっと若干違いまして、史上最高の稼がせるリーダーっていう部分で、投資家の方の、まあ、言葉なんですね。で、まあ、これから、まあ、AI だったりロボットだったりとか、まあ、本当にテクノロジーの部分でいろんなものがですね、急速に進んでいくと思うんですけども、その中の変化の中での、まあ、考え方だったりとか、未来予測的な部分だったりとか、まあ、様々なものをですね、私の方で、書かせていただいている内容になっています。で、この今シリーズ第1作目になりますので、一応もう2作目ができていて、まあ、3作目を今書いてるんですけども、ちょっとまあ出版はもうちょっと時間がかかるかと思うんですけども、ぜひですね、この機会にリセットボタンということで検索していただくか、もしくはリンクの方からですね、すぐに読めますので、よかったらぜひこの機会に買ってください。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。リセットボタン第2巻、電子書籍の方を出版させていただきました。よかったら、Amazon、Kindle の方とですね、楽天の方で販売しておりますので、よかったらぜひ読んでください。はい、で、まあ、第1回目はですね、リセットがなぜ必要かということだったり、脳のお話だったり、まあ、それから、まあ、AI ロボットだったりとか、そういった部分のお話になってました。で、第2巻今回もですね、今すぐこうリセットが必要な方だったりとか、まあ、今後どうなっていくのかっていうことも含めてですね、書いてあります。そして私の方のメッセージの方も書いてありますのでですね、ぜひそちらの方も読んでいただきたいなと思います。そして YouTube の方で約10分間内容の方ですね、読んでる方がありますので、よかったらそちらの方もご覧いただければなと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。 Thank you.